楽しかったならよかったよ。怒られるかと思った、また。今日はどんな依頼が来てるかな。何？ハク、なんか依頼届いてるだに？てか朝になったけど、これはまた別の日ってこと？依頼ではないのですが、こういうものが届いておりまして。見覚えのあるプラモデルがあゆうさ探偵事務所に届いていた。この間の？プラモ？もしかして、返品されちゃったの？はい、こちらにお手紙が。え、何？どうした？先日はお世話になりました。いただいたプラモデルなんですが、息子に渡すとこれじゃない、と突っ返されまして。私が持っていてもどうしようもないので、すみませんがこちらをお返しします。だそうだに。マジか。そんな、最高のプラモができたと思ったのに。まあしょうがないよ。まあでも、息子さんの気持ちはわからなくもないんだよな。自分で組み立ったプラモってのはさ、それはもう我が子のように愛し。何？ブリー隊長からだに。お、今度は何？何？デカニャンの成果が出た？え？デカニャンがやらかしちまった。どうした？リバウンド？とにかく一旦こっちに来てくれ。ん？場所か？もちろん桜中央シティのスポーツクラブだ。ん、なるほど。何をやらかしたんだ？なんか、嫌な予感がするだに。ですなぁ。とにかく様子を見に行こっか。まあ行くしかないか。桜中央シティのスポーツクラブに行こう。ゴーゴー。桜中央シティということは、雲外峡で飛んだ方が早いかな。鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外峡を使ってワープしますか。ほい。ひょうたん池博物館。ここにワープします。いやー便利になったね。これで電車を使わなくてもチャリで行ける感じになったやろ。おーし、行くよー。とりあえずトンネルを通り抜けて。この人は何をうなだれてるの？鍵がないの？ほら見てみ、スクーターのシートに白くて綺麗なものがついてるだろ。信じられねえと思うが鳥の糞なんだぜ。さすがそよ風ヒルズの鳥だ。気品のある上質な糞をしていきやがった。何そんな良さげに言ってんの。あれやん、タッチみたいやん。信じられねえだろ。死んでるんだぜ、これ。ってやつやろ。ほい、桜中央シティ。そしてここから、さあ、ジムへ。デカニャンあれからどうなったんやろうね。一回も見てないけどさ。とりあえず一旦は痩せたんだけど、またリバウンドしたんだとかそういう感じかな。一回も痩せてないとかそんなことはないよね。ん？あそこになんか、ねえ、あそこなんかおることない妖怪。うわぁ、雨降ってきやがった。あれは一体どこだ？ごめんね、ちょっとそっちの方が気になるから。どこから行けばいいんやろ、あれ。この辺から入っていけるところ？あ、こっちから回っていけるとこや。ここか。これは何？塊小僧。よう、この間のお嬢ちゃんじゃねえか。これから仲間と集まって百鬼夜行の練習するんだよ。いえ、練習？おめえもやってっかい？へえ、じゃあちょっと私もご一緒するよ。おお、踊ってっかい。いいね、いいね。じゃあ行くか。こんなとこに集まってやりよったんよね。よし。頑張ります。え、これ。うん、これでやるんよね。あ、待って待って。ちょ、待って、どこ？全然できてないんだけど。これ？あ、行けた行けた。え、なに？どこどこ？あったあった。やべえ。あー、やべえやべえ。全然ダメだ。怖い怖い、私。うわ。へったくそだな。え、むずくね？
そんなもんなの？いやー楽しかったぜ。また一緒に踊ろうぜ。楽しかったんならよかったよ。怒られるかと思った、また。ダンシングスターを手に入れた。ここに来れば毎回練習ができるってことだね。お。てかさっきのこの反応はまた別なのか。この辺？ん？違う？ん？全然違う場所かもしや。こっちの方がなんか強い反応。ん？違う？いや、こっちの方か。この辺りだ。どれだ？この辺？お。ん？これは扉？気まぐれゲートですか？気まぐれゲートを見つけた。なるほど、ジャポンにもあるのね。じゃあちょっと行ってみようかな。よし。気まぐれゲートの中に入りますか。ほい、入る。こっちは何？気まぐれゲートに入った件って、またゲートボールとか集まるんかな？ジャポン必要ないんだけど。お？カフェオシャレンヌ。戦の間、バトルで2回勝て。お。いるじゃねえか。昆布さんとワカメくん。そんで？君は？たくさん。メカブちゃん。メカブちゃん違うよね。よし、ドキドキドキと入れ替えて。なんかさ、妖怪ウォッチにはさ、ザオラルみたいな感じの技はないんかな。回復だけじゃなくってちょっと復活みたいな。戦の間クリアー。ん？やっぱりこれはゲートボールじゃね？ゲートボールを2個手に入れた。ああ、これをケータに送ってあげたい。気まぐれゲートから出ますか？ほい。これは一体どこから出てくるんやろ？違う場所よね。そこ？めっちゃすぐ近くなんですけど。しかもそんなとこから出てくるか。なるほど。まあでも、あんまり遠くならんくてよかったわ。はい、到着。あ、ここにも恩返しおるやん。やったね。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。運外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。運外鏡を使ってワープしますか？いや、今はいいよ。ここが目的地だからね。おじさんはスポーツ後？今日はみっちりと鍛えたからな。ほーら、私の筋肉たちが大喜びしているよ。目を落として目を澄ましてごらんなよ。ごらんなよ。嬉しい嬉しいと聞こえてくるだろ？ちょっと危ない人かもしれない。おーし、まあ、ちょっと上に上がっていこう。行き先を選んでください。何回やったっけ？ 3 回か。一番上やったよね。ゴーゴー。お、おるおる。この先か。こっちやね。あっこだけは自動で開くんやね。わかっているのか。やってきたことが水の泡なんだぞ。やっぱり。何も変わってないけど。全然痩せてなくない？実は、ひもじん取り憑かれちゃって、チョコをちょこっと食べちゃったでふ。ちょこっとなの、ほんとに。あ、ひもじいがひょこっと。そのちょこっとがいけないんだ。それはひもじいを怒らんと。ねえ、取り憑かれたらしょうがないよ。わかるよ。甘いものの誘惑には勝てないよね。まあ、あんだけ爆食いしてもんね。今度は破れかぶれ院長からだに。どうした？いろんな人から。懐かしの人たちからいっぱい来るよ、なんか。ただ、大変なんだ。ああ、どうしたもんか。とにかく、桜エクセレントツリーの展望台に来てくれ。どこすか、それ。桜エクセレントツリー？なんかよくわかんないけど、なんかやばそうなことだけは伝わってきただに。だね。急ごう、ウサピョン。え、これは何？この結果を見せたかっただけなの？まったく痩せる気があるのか。ほんてよ、ほんてよ、デカニャン。やっぱり痩せるなんて無理なんでふ。
でもってなんかこの辺にもなんかおるやろ。あれ、さっきまでここにおったひもじいは消えたの？ね、力持ち。いくら俺が力持ちでも、これを持ち上げるのは厳しそうだ、持ち上げれんのや。持ち上げれんのや、それ。んで、どの辺だ？この辺か？あ、この辺や。何かがいるはず。ん？ここ。お、縦札じゃないか。誰だ？謎の縦札を見つけた。縦札率高いな。この妖怪、誰だ？え？エクササイズの次は、ワイズアップだ！ビクトリアーン！これ、ブリー隊長じゃん。かな。ブ、リー、ラリ。これ、隊長までいるんかな？ブリーだけでいいんかな？決定。とりあえず最初ブリーでやっといて、その後隊長ひらがなでいこうか。はいはいはい。ブリー、かなで、た、い、ちょ、ちょ、あ、これは、小さいのが最初からあるんやね。ブリー隊長、決定。これで一つの名前？さあ来い！正解！やったね。すぐそこにおるし。正解！近くに妖怪サークルが出現。ね、ブリー隊長、ここに入ってくれんかな。ここに入ってくれんかな。押して連れてくるとかできんよね。まあじゃあこれはダメなんだな、多分。仲間になってくれないとダメなんだ。妖怪サークル、せっかく出てきたのに。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。